この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店のむつ猫です。今日はキャンドルマジックのやり方について紹介したいと思います。まずはキャンドルです。はい。キャンドルはいろんな形状、このように細長い形状もあれば、で、このように瓶に入っているタイプもあります。どっちのタイプでも構いません。自分の好きな方を選んでください。違いがあるとすれば、こっちのむき出しのローの状態というのは、自分で文字を彫ったり願いを彫ったり、あとは名前を彫ったりっていうことができるので、こっちを選ぶ人もいます。そこにこだわらないよっていう人は瓶のタイプの方が使いやすかったりするので、瓶を選ぶ方も多いです。どちらでも構いません。で、今回は細長いキャンドルの方を使っていきたいと思います。色がいろいろあるんですけれども、色によって魔術では願いが全然違いますよと言われてます。例えば緑だと金運で、例えばピンクだと恋愛で、あとは黒だとプロテクション、防御の魔術というふうに使い分けをしていきます。自分の願いに合った色のキャンドルを選ぶことはとても重要になります。じゃあまず、今日は緑の金運ということで分かりやすく説明していきたいと思います。で、まずはこの、キャンドルをですね、このお香の煙で浄化していきます。もちろん瞑想とか、あとグラウディング、あと集中するために呼吸法をおやりになってから、浄化ということをしてください。で、何往復かしたらもう浄化されましたので、これで大丈夫です。で、このキャンドルに今度はマジカルオイルを塗っていきたいと思います。今日は金運の魔術なので、マネードローイングという、ポピュラーな代表的なマネー系のオイルを塗っていきたいと思います。よいしょ。指に少しつけまして、で、こぼれると悪いので、キャップは閉めていきます。はい。で、キャンドルの中間ほどを持ってですね、下から上へ、上から下へ、下から上へ、下から上へ、こう下から上へこう増幅させる魔術だと、下から上の方に必ず塗っていきます。で、この時マジカルオイルを塗る時に自分の願いを込めながら塗っていくととてもいいです。例えば、お金の魔術なので、例えば自分が目的とする額のお金を手に入れている姿のイメージとか、嬉しい気持ちとか、あと、お金を使う、何に使うのか、使う先のイメージ、何を手に入れるのか、手に入れた時の感情はどうかっていうことをイメージして、これを集中して行ってください。はい、では塗り終わりました。そうしたらですね、実際に火を灯していきたいと思います。で、まずはこうキャンドルに火をつけますね。で、この細長いタイプのものは固定するところがないので、このようなキャンドルホルダーを使っていくんですけれども、最初はロウを溶かしまして、こうちょっと垂らします。そうしないと固定できませんから。あちち熱いので、これは気をつけてください。で、ある程度垂らしたら、固定していきたいと思います。ぎゅーっとしばらく持っているとちゃんと固定してくれますので、大丈夫かな。はい。で、このように立ったら、あとはこの炎を見つめながら集中して、またさっきの願いをもっともっと具体的にイメージしていきます。
炎を見つめながら、こう呼吸を整えながら、ふーっとこう口で息をしながら、あと願掛けをしていきます。でこのキャンドルは多分全部燃え尽きることは、あの1回で燃え尽くすことは多分ないかと思います。 それって2時間とか3時間とか本当に長い間集中しないとこのキャンドル燃え尽きない量なので、あのとそういう時はあの1時間でも30分でも、まあ、10分でも自分でいい時間を決めて、あの集中して願掛けを行った方がいいです。例えば願掛けを行った時にふと集中力が途切れる瞬間というのがあると思うんですけど、そこで願掛けをやめて大丈夫です。で願掛けをやめたら、この、 あのキャンドルの炎を消して願いを忘れてください。でそしてキャンドルマジックで一番重要なのは、これを7日間は続けるということです。毎晩です。晩じゃなくてもいいんですけど、毎日決まった時間、同じ時間にこの動作を、同じことをするというのがあの感じになってきます。で7日間もあの必死になって願うほどの願いというのが、あの脳にいい刺激を与えて、それが具現化するという魔術ですので、あのまあ簡単な魔術のうちの一つだと思いますので、ぜひやってみてください。みつねこでした。ご視聴ありがとうございます。